久保さん今回宿命を受け入れるにしましょうか。宿命を。<laughs> ね。宿命を受け入れる。まあ僕いつも思うことがあって、みんなね、受け入れてないなぁと思うんですよね。要は否定してるなぁと思うんですよ。うん。あのー、なんだろうな、お金の勉強、お金が必要なのにお金の勉強しないし、お金は汚いものっていうふうに否定、はじいちゃうんですよね。 いやいや、自分ガス代どうしてるんですかみたいな。水道代ね、必要でしょうみたいな。ガス湧かなかったら風呂入れへんよっていう。なんかね。 そこを本当に僕は、ね、いつも、まあ、僕はお金系のコンテンツをずっと扱ってきて、お客さんいろいろ見てきて思うんですけど、なんかお金必要って必要なにもかかわらず、その宿命じゃないですか。だってお金が必要な世界に生まれたわけですから、お金は必要という宿命なんですよ。ここはもう無理です。で、その宿命から逃げたいんだったら、本当無人島行けって話なんですよ。 だから、本当にお金の勉強しないといけないし、お金の稼ぎ方も勉強しないといけないし、お金っていうのはどういうものなのかっていうのを勉強しないといけないし、これは学校で教えてくれないんで自分で勉強しないといけないですよ。だけど、それを、いや、ね、学校で勉教えてくれなかったから学校が悪いんだ、国が悪いんだって言ってもあんま仕方ないし、受け入れて、受け入れて、じゃあやらないといけないなっていうふうにやらないと何も変わんないです。みんなは弾くんで。だから、なんだろうな。 いろんな成功本にも、いろんな成功本にね、めちゃくちゃ書いてありますけども、まあ、共通言語ですよす。素直っていうね。この素直っていうワードめちゃめちゃ入ってます。だから必要だなと思ったら、それが本当に必要だなと。宿命だなと。感じたんだったら素直に受け入れて、もう素直にやるしかないんですよ。勉強するしかないし、稼ぐしかないし。わかりますいや、お金じゃないんです。うん、お金がじゃない、うん。じゃあお金ないとこ行ってくださいみたいな話じゃないですか <laughs>。 このね、お金じゃないんですとかなんかね、なんだろうならそう,うそういう言葉かなり言う人多いんですよ。いやいやと。すべて金やと。ね、<laughs> 僕はそれを受け入れてるんで。でもこの話をすると、金の亡者とかね、汚いやつとかね、まあ、見る人がいるわけですよ。<laughs> いや、じゃあ汚く見てもいい,んだいいんだけど、じゃあお金がない、綺麗な、なんだうん、フラワー天国行ってくださいって話ですよ。そんな国ないんでね。宿命ですもん。 そこに生まれたんだから、うんまあ、あの、無人島行けばその宿命は変えることはできるかもしれないですけど、やります。自分でイノシシ借りに行きますか。僕ね、豚とかさばけないですよ。ね、スーパーでね、美味しくね、牛肉とか豚さんがこう並べられてますよ。切られたやつ。あれ一人でね、殺してね、さばいてね。きついっすよ。黒いっすよ。それ一人でやるんですよ。やれますか 僕たちっていうのは表面上のものしか見てないんです。綺麗にパッケージングされたもの。裏ではね、ね、殺されてるんですよ、無残にも。だから命のね、食べ方っていうのを見てくださいよ。命の食べ方だったかな。もうめちゃめちゃ無残にね、無残っていうかこうやって殺されて、ね、人間に食われてんだなと。あとね、あと、あの、アヒルさん、アヒルだったかな、あの、フォアグラ。フォアグラを作る過程、マジでやばいですよ。 もうね、アヒルさんだったかなんか、カモ、カモに、めちゃめちゃ強引に餌をぶわぶち込むんですよ。で、わざとここを膨らますみたいな。もう、こんななって、こんななってるのにまたぶち込んでますからね。あれ見てほしいっすね。そういう過程が、表面上しかみんな見てないので、そこも知っておくこと大事だよっていう。どうやってフォアグラ出てくるのかっていう。ね、安い。まあ、高級なフォアグラに関しては、 ちゃんと育てられてるかもしれないですけど、その低価格で大量に出す場合は、もう大量に作って大量にブワーやってますから。あら、まじまじまじきついっすよ。すげえなぁと。だからじゃあ、それを知ったところで僕は何もできないですけど、それを知ることによって、いろいろな見えてないものが見えるようになります。ね。<laughs> なんかね、やっぱ、全部をね、見ていった方がいいですよ。うん。まあ、いろいろとお話し,しましたけど、 えなんだっけ宿命を受け入れるってことですね。で、受け入れた後、どうアクションするのかって話です。いってらっしゃい。